はい、今回はですね、いつも通りゲームの制作のね、進捗報告をやりつつ、あと今日はですね、サムネにもある通り、当たり判定の話っていうのをちょっとやっていこうかなと思います。当たり判定って聞くとね、多くの人はおそらく攻撃判定のことを、まあ、想像するかなと思うんですけど、例えばスマブラのリンクのクーエヌがね、判定めっちゃ強いよみたいな。あれはまあ自分の攻撃判定と暗い判定の体積の差がでかければでかいほど自分はダメージを食らわずに相手にだけ攻撃を当てれるっていう、まあそういう攻撃をね、判定が強い技なんて呼んだりするんですが、まあ、今回する当たり判定の話っていうのはそういう攻撃判定の話ではなくて、こういう壁との当たり判定とか、あるいは地面との当たり判定みたいな、マップとかフィールドにね、プレイヤーキャラクターがぶつかった時の話をちょっとしようかなと思います。よくね、壁に向かって無限に歩き続けるデバッグがあるみたいな話がネット上で囁かれてますけど、壁だけじゃなくてね、もちろん地面との当たり判定もチェックしなければいけないし、さらには天井との当たり判定なんてものが存在するゲームもありますよね。うちのゲームだと多分ね、天井とぶつかることってほぼないと思うんですけど、例えば最近発売されたアーマードコアとかスターフィールドなんかは、そういう天井とぶつかるシチュエーションっていうのが普通になんか存在してそうですよね。ちょっと僕はね、2作品とも購入してしまうとね、プレイをやめることができなくなってしまうと思うので、なかなかちょっと購入見送らせてもらってるんですけど、まあそういった天井や地面、壁なんかとね、何回もぶつかって、まあたまにすり抜けちゃうことがあったりすると、ちょっとプレイヤーはびっくりしちゃいますよね。もしかするとスターフィールドなんかではトンネル効果とか言ってね、ごまかすことができるかもしれないですけど、なんか聞いたところによると、ベゼスダにしてはバグが少なすぎて逆に不評みたいな記事をちょっと見かけましたね。で、うちのゲームに話を戻すんですけど、このゲームだとね、多分一番地形との当たり判定が怪しくなる場所っていうのが、こういった岩場なんですよね。岩が壁になってるところとか、もうなんなら岩の上を歩いていくところっていうのが存在するので、この辺が一番怪しそうですと。当たり抜けの原因として大きいのは、こういったゴツゴツした複雑な地形だったりとか、あと一番原因になりやすいのは、投げ技ですね。攻撃がヒットした時に、プレイヤーと敵が息を合わせて同時にね、演出的なモーションを再生するタイプの技。なので、致命の一撃なんかもこれに当たりますね。こういった演出寄りのモーションと複雑なゴツゴツした地形が組み合わさることで、より当たり抜けの可能性が上がってきます。今回は地形の方の当たり判定をある程度綺麗な形にしておくことで、このリスクを最小化しようというお話なんですけれども、うちのチームはプランナーとプログラマーっていうね、二人体制で作ってるので、こういった岩のモデルなどに関しては基本的に全部アセットストアっていうね、ところで購入した有料の素材をまあ使用させてもらってるんですけど、基本的にこういった岩とかって、まあ、背景として使用してくださいね、みたいな感じなので、デフォルトでついてるね、当たり判定とかが、まあ、結構大まかだったりするんですよね。こんな感じで。岩の上を歩こうとすると、まあ、空中を歩いてるみたいな感じに見えちゃったりします。一応、アンリアルエンジンの機能を用いてね、複雑なコリジョン、当たり判定を生成することもできるんですけど、判定を正確にしたところでね、やっぱりこう、上を歩くためのモデルじゃないので、どうしてもね、ちょっと足場がゴツゴツしてて、なんとなく歩行がおぼつかないというかね、この上で敵と戦うのちょっと嫌だなみたいな感じにどうしてもなっちゃいがちなんですよね。例えば背景モデラーさんがね、たくさんいるチームだったとしても、フィールド上に存在するね、すべての岩を個別に発注するわけにはいかないですよね。うちのゲームのステージもね、これ、まだ一面を作ってる途中なんですけど、ここだけでもね、もう岩何個あるんだっていう話ですもんね。ちょっと数えてないですけど、おそらく数百個、もしかすると1000個超えてるかもしれないですね。配置してる岩だけで。これらの岩の形をね、すべて注文つけて発注するっていうのは、ちょっと不可能な話なので、基本的にはね、同じ岩の素材を流用して何度も使っていくことになります。こんな感じで配置した後にね、大きさ変えたりとか、角度変えたりとか、まあ、あるいはテクスチャーをね、変えることもできるので、それらを利用して、まあ、同じ素材、元素材を使用してるんだけど、なんか全然違う見た目になったよね、みたいなことをたくさん繰り返して、こういう岩場っていうのを作っていきます。なので、このステージもね、数百個、あるいは千個以上ある岩なんですけど、元素材自体は多分ね、数十個程度しかないと思います。流用ってのは偉大ですね。
で、今週作業してたエリアでも、その流用っていうのがね、めちゃくちゃ役に立ってて、今週はこの平原エリアにね、いろいろなロケーションを詰め込んでいくっていう作業を主にやってたんですけど、例えば、こういったちょっとしたね、小規模なキャンプを追加したりとか、こういった闘技場みたいなね、あの中ボスがいかにも出てきそうな場所を作ったりとか、あと川方面にもね、こういった木製の小規模な基地、敵の基地を作ったり、で、川を越えた先もね、ここはまだ手つけてないんですけど、探索エリア化しようと思っています。なんかこう、ジップラインでね、川の対岸同士を移動できたりとか、そういうのも入れたいなと思ってます。今回ね、一番当たり判定がやばかったのが、こちらの川の中でひときわ異彩を放っているジグザグな岩場、こちらですね。まあ、一目見ただけでね、明らかに自然の力だけではこんな地形生まれないだろうっていうかね、一体誰の力でこんなことになったんだろうかと、いろんな妄想が膨らんでくる場所なんですが、まあここではですね、いわゆる落下地と隣り合わせの、まあ、スリルなエリアみたいなものを作りたくてね、こういう地形にさせてもらってるんですけど、まあこの岩柱がね、ゴツゴツしすぎてて、上を歩きにくかったんですよね。その代わり遠くから見た時のね、形とかはめちゃくちゃかっこいいんで気に入ってるんですけど、この上で戦おうもんならね、まあストレスフルなプレイフィールを与えてしまうだろうなということで、ちょっとどうにかならんかと、素材フォルダを広げながらね、いろいろ考えてたんですけど、ちょっと良さげなものを見つけたんですよね。形はあんまり魅力的ではないんですが、比較的直方体に近くてね、歩きやすそうな岩。最初は全部こいつにね、置き換えてしまおうかなとも思ったんですが、やはりこうギザギザな岩の方がね、横から見た時とかめっちゃかっこいいんですよね。こうわかりますか？この筋がたくさん通ってる感じとか。この筋を作りたいがために、もともとはこんな太かった岩場をね、加工して細くすることによって、これを実現してるわけなんですよ。なのでそこはどうしても譲りたくないと。じゃあ、この二つをうまいこと融合させて、歩きやすいし、筋もあってかっこいいみたいな。そんな岩をね、作ってやろうという発想に至ったわけです。名付けるなら、寿司岩作戦。そうです。この二つの岩を使って、お寿司を作ります。シャリは筋岩。こだわりの握りで、横から見た時の筋感。背景として目に飛び込んできた時のかっこよさを醸し出します。そしてその上に乗せるネタは直方体岩。こいつをサイズだけ合わせてそのまま乗せてしまうと、シャリの方をね、覆い隠してしまって、筋岩の良さが損なわれてしまうので、できる限りネタは薄く薄く、プレイヤーが歩くところだけまっすぐになっていればいいので、もう薄さなんてこんなもんでいいです。そして幅もぴったりと合わせた上で、シャリの上に丁寧に重ねます。こうすることによって出来上がったのがこちらですね。当初と比べるとだいぶ歩きやすくなったと思います。この狭い足場の上でね、戦闘をすることすら、まあ可能なんじゃないかと思えるほどになりましたと。なのでおそらく製品版でもね、このエリアが残っていれば、雑魚敵の 1,2 体ぐらいは多分配置してると思うので、皆さんはね、ぜひ落とされないように戦ってみてください。というわけで、コンセプトが歩きにくいエリアとなっている場所をいかに歩きやすく作るかという悪夢のような戦いをしていましたというお話でした。スキル画面もこんな感じで見やすくなってきてるんですけど、またそれは次回以降にね、お話ししましょうか。9月に関してはね、引き続きファーストステージ前半部分に楽しさを詰め込んでいくという作業を行っていく予定です。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。